そうですね、14、15年前ぐらいに始めて、はい、イタリア の, あの、はあ、ピッティウモに、はい、なんか分かんないけどみんなあのバイヤーさん行ってるから俺も行けないかなとかって思って行っちゃえみたいなことで名刺持って行ってみたいな話が最初だったんですね、はい、で当時の編集の方とかいろんな方が、はい、一応見つけて挨拶すると小野武者さんがなんでみたいな話が ありまして、絶対そうですよね、そう何してんのみたいな。で各バイヤーさんたちはもう超本気モードで仕入れに来られてるんで、何お前遊び来てんのみたいな目で見られていやいや真面目に勉強に来てるんですよっていうのが最初だったんですよ。ピッティに行くお直し屋さんでやっぱすごいなかなかないですよね、はい、でそれでまあ行くんだったらっていうことでそのイタリアのおじさま方 の,、うん、あのファッションを研究しようと思って、もう飛び込みでもいろんなお洋服屋さんに飛び込んで、へでも全然最初相手にしてくんなくてすごいですね、行ったのが最初だったんですね。でもしかもこうやっぱ日本と違って、はい、イタリアってお直し屋さんも当たり前じゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。基本的に皆さんお抱えのそのお直しというか、はい、そういうのを持って、はい、まあそれがテーラーなのかもしれないですけど、はい、で自分の好きなフォルムを絶対に持ってて、うん、そうなんですよ、そうなんですよ。買ったらもうそこにすぐ持っていくのが、なんかその文化って結構びっくりしますよね。そうなんですよね。でまたですね、うん、細かくいじってるんですよ。ですよね。実はそのイタリアに行った理由の一つ、もう一つが、はいはい、ミラノのセレクトショップのアルバザールのリノさん、はいはい、ちょっとご紹介いただいて、で、行くことになったんですけども、なんと言ってびっくりでもだだっ広いお店の中に、はい、裏側に工房があるんですよね。でお直しやってらっしゃる方がなぜか3人ぐらいいらっしゃって、へで、お店は普通の専門店ですよね、はいはいはい、でそれなのになぜか3人ぐらいいらっしゃってお直しをやってらっしゃるんですよ。で なんでお直し屋さんこんな3人もいるんだって言ったら、まあ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 とかって言って、まあ、とりあえずお前一着買えみたいな話になって、なるほどで買ってみるともうピンだらけになったんですよ。あやっぱそこの場で全部やっていただけるわけですよね。そうなんですよ。で例えばそのもともと日本人のサイズ感は1サイズから2サイズ大きいのを平気で着てるっていう話から説教から始まるんですよ。すごっお前らは間違ってるぞ。そう で俺が選ぶ服を着てみろって言って、僕48を当時日本の服着てたんですけど、はい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 、お前は46だと。ほうでーみたいなで46の服を上下買って全部直してもらって、でその直すのにもそれまでの日本の概念でいうと袖丈を詰める、はいはいはい、裾を上げる、ね、ウエストを合わせるみたいな、はい、それぐらいのものだったと思うんですけども、うんうん、なんと一番びっくりしたのが、はい、袖幅も袖丈を詰めた際に、はいはい、3センチ以上、まあ、当時やっぱり長い袖だったんで3センチから4センチぐらい多分詰めたんだと思うんですよね、うんうん、そうすると肘の位置と袖口の幅が変わるはずだと、はい、まあ確かに立体ですからね、はい、これが短くなればバランス変わりますよね。そうなんですよ。だからお前の場合は4センチぐらい詰めるから袖口が多分 0.5 から 0.7 ぐらい大きくなってるはずだっていう説明が始まるんですよ。すごい。で、当然肘の位置も上げなきゃということで上着は直されて、で裾幅もまずどういう靴を履くんだと、あ、なるほどね、こういう普通の靴ですとかって言って、はい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 、そうなんじゃないと、ここの高さはどうなんだとか、あ、まあいろいろ始まって、でそれでやってもらうと、裾幅がだいたい当時19センチぐらいだったと思うんですよね。そうですね、トレンドとしてはそうかもしれないですね。で、うん、丈をポンと切ると、うん、当然19じゃなくて、20センチぐらい近くで上がるわけですよね。
そうなると当然その裾幅の調整、全然違いますよね、うん、膝の位置の調整、はい、全部やんなきゃいけないっていう話になって、オーダーですね。そうなんですよでこれがイタリア人の直しだっていう話で、もう熱く熱く説教して、あ、説教じゃない、接客していただいて行ったんですよ。そしたらなんかスイッチ入っちゃって、はい、でご飯食べるぞという話になって、はいはい、夜ご飯が始まって、はい、で夜ご飯が始まってずっと洋服の話、すごいですね、うん、もうサイズ感の話、もうお前が日本でこれを広めろみたいな話になられて、お、俺しかいないかなとか、なんかそんな気分になってすごいですね。はい、それで夜の10時ぐらいまでずっと服の話ですよ、こう女しながらで最後はお家に連れて行かれました。そこまで、はい、お家にとにかくもう俺の行ったことは分かっただろう、なるほどなるほど、でうちの家に来いと、はい、行ってクローゼットガーッと開けてもらって、はいはい、開けさせてもらって、でメジャーをポンと渡されて、はい、俺の行ったことが分かるかどうかこのメジャーでお前は検証しろっていう話になったんですよ。すごいっすねもう完全にこう弟子的な感じですねそうなんですよ。へー。でその上着の丈のバランスとか袖のバランスとか、うん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 、その見れるんだったらちょっとひっくり返して見させてもらったりとか。へー。でパンツが例えばライトグレーのパンツ、はい、ミディアムグレーのパンツでダークグレーのパンツって、はい、まああるんですね、はい、でそれが3本ずつぐらいあるんですよ。おこれなんだろうと思って、はい、で、はい、全部測ると、はい、丈の長さが5ミリくらいずつ違うんですよ。すごい、靴に合わせて変えてる。そうなんですよ、すごいっすね、びっくりで、だから俺はだからかっこいいんだいや感動しますねそれは。むしろもう目から鱗とかっていうレベルではなくて、まあそうですね、うちもやっぱピッティによく伺って、はい、やっぱスナップは山のように撮るんですけど、やっぱ彼らのやっぱその服をなんかこうなんていうかね、サイジングへのね、やっぱ こだわりってすごいですよね。違いますよね。やっぱシャツが大好きっていうのも多分あるような気もするんですけど、確かにそうですね、はい、やっぱなんか見てるとすごくやっぱそこはうまいなってやっぱ思いますし、おしゃれでおしゃれな人であればあるほど、うん、その部分のこだわりはすごいですよね。そうですね、そうですね。いやそれはすごい。ですから、うん、なんか当時シャマットのニコラ君とか、はい、ダブル幅、パンツのダブル幅を6センチとかにしてて、はいはい、なんでお前そのダブル幅ちょっと測らせてくれとかって言ってその場で測らせて、もうそのダブル幅を6にする理由をコンコンと喋るんですよ。へえ。もうさあ見てくれ、測ってくれみたいな感じで、イタリア人気質って言いますか、まあ、いわゆる多分自分のスタイルの中の美学ですよね、はい、多分そう、まあ、おそらくその幅がどこかとリンクしてるのか、はい、まあ、彼ら的に言うとそのラペルの幅と襟のその長さだったりとかそういうのが、はい、なんかやっぱ方程式がありますよね。そうですね、そうですね、だから全部説明がそこにあるんですよ、ね、でそれで楽しくて もう見つけたら、雑誌で見てるような人見つけたらみんなちょみたいな感じでらしてくれみたいなこだわりあるよねみたいな話して、でそこでもう面白くて面白くて、はい、だからそのオーダーをするか、うん、その既製品をその自分のサイズに変えてきてる、はいはいはい、どっちかですよね皆さんね。そうですね、そうですね、うん、まあ、基本やっぱりスーツとかオーダーの人がすごく多いですもんね、うん、そうなんですよ。あ、すごい思います。ですから、まあ、例えばそのちょっとまた見方は違いますけど、うんうん、そのアルタリア航空に乗った時 、はい、に思ったのが、はい、制服姿かっこいいですよね、みんな。それはわかります、それはわかります。もちろんそのアルマーニとかの制服だったりとかっていうのもあるんですけど、まあ、こだわりがありますよね、まあ、ご飯はめちゃくちゃまずいですけど愛想もあるしもう許せない、もう本当に余談になると許せなかったのが、お前の自国の国のパスタがこうやって取ったら全部ついてくるってどういうことだよ何がアルデンテじゃんみたいな
でも確かにその服は本当かっこいいですね。かっこいいですね。わかります。だからなんかこういろんな方、まあ、例えばご飯食べに行っても料理屋さんに行って、まあ普通にあのサーブする方でも暇さえあればもう鏡見てこうやったりとかこうしたりとかして、自分の多分人に 見られるというかね、そこをすごく意識している部分はありますよね。ありますよね。確かに。でも結構なんか最近そういう意味も考えると、こうサルトにいらっしゃるお客さんもなんかこうなんていうんですかね、こう目的が変わってきてるというか、はいはい、その昔であれば本当にそのパンツのお直しとか、うんうん、特にやっぱサルトさんに来るってことは、はい、ちょっとやっぱりなんかこう特別なものをやりたいって思ってらっしゃる方がいらっしゃるような気がするんですけど、はい、その流れってやっぱすごくやっぱり初めは理解されなくなかったですか？そうですね、どちらかっていうと、うん、最初は、うん、何て言うんですかね、こう体に合う服、うん、はい、わずか3ミリ5ミリを詰めて合わせるっていうイメージで始めたことなんですけども、うん、それがだん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 なんかこう古いものだったら着れるじゃないみたいな風にちょっと変わってきたんですよ。で例えばまあそれが 14,5 年ぐらい前の話ですけど、ちょっと前のタックの入ってるパンツだったりとか、ちょっとパッドの厚いとか、丈の長いとか、その大きいサイズを着てた人たちがファッションがそのタイトで短いものになって、そうですね、全然変わりましたからね。うん、その時がやっぱり一番そのなんか火がついた意識があって、直しっていうことが少しあの雑誌の方とかにもご協力を得てお直しすることが、それはすごいっていう感じですよね。転換期には絶対生まれますよね。うん、はい、でなんかですね、その辺でバーッと突っ走ってきて、うん、そしたら今度はその3.11 の震災の時の後ぐらいから、はいはい、なんかその商品に対するなんかストーリーだったりとか、うん、愛着だったりとか、はい、どなたかから買ってもらったものとか、なんかそこにそのストーリー性のあるもののお直しが急に増え始めてきたんですよ。で特にここ3年ぐらいの傾向なんですけど、若い人かな、若い人もそうですし、いいですね、はい、例えば20代後半ぐらいの人たちが、大学入学の時に着てた服ですとか、成人式の時に買ったやつですとか、はい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 、これおばあちゃんに買ってもらったんですよみたいな話で、まあ、その話だけで10分15分は盛り上がるんですけど、いいですね。あとはまあ例えばお亡くなりになられたお父様のとか、なんかそういう説明をすごく未来のある、そうなんですよ、いいですよね、はい、ですから何かその一番最初のお直しブームみたいなもののその流行に乗っけるみたいな感じのものでないところにちょっと完全に変わり始めてるような気がするんですね。まあ、なんとなくそのすごく解釈すると、直したりとかすることはある意味当たり前というか、はい、なんかそれをみんながこうできるようになって、うんうんうん、その次のステップとして、はい、なんかもう一度上に行ったような感じがするんですけど、なんかその、まあ、やっぱなんかそれは服にの愛着をより高める作業というか、それすごい素晴らしいですよね。ですね。ですからお洋服屋さんのあり方とかも何か大きな店舗ではなくて、その個人の、販売員さんからしっかり接客してもらってっていうようなものに何か変わっていってるような感じもしますし、変わってると思います。やっぱり今はどう自分たちのお客さんと接するかっていうところがものすごく大事なのと、はい、やっぱ皆さんはやっぱ特別な体験をしたいっていうふうなことをすごく思ってらっしゃると思うんで、なんかやっぱ情報がすごいたくさんあるだけに、やっぱ皆さん本当にいろんなことを知ってらっしゃるんで、そうじゃない自分だけのなんか楽しみ方っていうのを
やっぱすごく模索されてらっしゃる方がめちゃくちゃ多いんで、はい、そうですね、やっぱそういう風になってくるとやっぱ大量生産ではできない、うんうんうん、ちょっとパーソナルな、はい、なんかそういう部分っていうのが大事になってくるんだろうなっていう気がしますね。そうですね、うん、ですから、まあ、そのシャツを3枚のものを、うんうんうん、1枚にするとかっていうのもまさにそこのそうですね、なんか男性の持つ改造、うん、改造マニアみたいな、うん、ところと、ね、なんか商品の知識とかファッションもいろんなファッションを楽しんでこられた方が楽しむ次のステップなのかなっていう気がすごくしますけどね。そうですよね。でもそう考えると僕も今回このあれで誰かな、誰かそういう人いるかなと思ったんですけど、やっぱチャールズ皇太子とかもまさにそうですよね。いいですね。もうね、いや僕は、ね、本当そう、チャールズパッチ見た時衝撃でしたね。え、なんだこれっていう感じですね。自分にしてんすかみたいな。ああいうふうに物を全然こう変えるのに、ええええええ、ああいうふうにもう、しかもあのチャールズパッチしてるある靴の、はい、結構有名な写真があると思うんですけど、はい、ピカピカじゃないですか。ピカピカなんですよ。ピカピカなんですよ。あれすごいなってやっぱ思うんですよね、はいはい、メンテナンスをちゃんとしてるっていうか、うん、やっぱ、うんでやっぱり男はその武器を磨くわけじゃないですけど、うんうんうん、やっぱすごいそういうところって大事だなと思いましたし、うんうんうん、なんかある方の話を読むとやっぱ彼なんかはそういうこうサルトで仕立てたものを30年着てたりとか、はい、そうですね、なんかやっぱそういうのはすごいなって、うん、やっぱああいうこう英国のね人がこうちゃんとしてるっていうのはやっぱすごくなんかやっぱかっこいいなって思いますよ ね、 いいすよ ね、 ね、うん、日本の言葉で言うと生きかもしれないですね。ですよね。でもやっぱり思いっきりこういわゆるこうそれってアリューでしょってこと平気でやるじゃないですか、はい、でももうでも納得しちゃいますよね。それをやられるとそうですね、うん、いやそんなことよりも自分のスタイルっていうふうに思われちゃうとやっぱすごいなと思っちゃいますよね、うんうん、そうですね、やっぱすごくそれ感じました、うんうん、いやチャールズパッチいいですね。いやもうビビりましたね。特にやっぱり靴なんかはもう本当に買った瞬間に絶対になんかもう履きたい気持ちはもうマックスここまであるんですけど、やっぱりちょっと大台越えて買った靴をもうそれはやっぱ気になるじゃないですか。だからもう絶対にもう我慢して即お直しに持っていきますね。なるほど、履きたいのはやめます。もうこれもそうですけどやっぱここにプリつけますし、はい、やっぱこうラバーをつけたりとかっていうのもやっぱするのを考えると、うんうん、やっぱそれがあることでその持ち方が全然違うじゃないですか。そうですね。であとはもう履いてもそんなにこう罪悪感がないって変なんですけど、そういうのってすごく物を大事にしようっていう、うんうん、なんかお直しを一回すると、うん、服ってすごく大事にしなきゃいけないなっていう意識というか、うん、なんかすごい自分の気持ちよさになるっていうか、うん、そうですね、なんかこうブラッシングをしてるような感じが、うんうんうん、やっぱこう体験するとすごく変わるなって思いますよね。そうですね、うん、でもちょっと余談ですけど、はい、あのやっぱり今靴磨きとかなんかちょっとブームに、はい、なってますよね、はいはい、で靴をよく磨いてるお客様、うんまあ、よくお客様とお話しするときに、はい、靴ピカピカですね、はい、みたいな話をして、はい、で本当に綺麗に磨かれてもうこれが趣味なんですよみたいな話を聞く方は奥さんも大事にされてる、はいはい、なるほどなるほど。もうこれ間違いないんですよ、私のデータで、まあ、物を大事にするってそういうことですよね、はい、多分ね、はい、ですから何かそれがその方の生き方になって出てるような気がするんですよ。なんかでも本当になんかこう大人になるっていうことが漠然としてるんですけど、なんかそういうのってすごく大事ですよね、はいはい、なんかこう自分の持ってるものを磨くってやっぱすごいですよね、うんうん、なんかこうでしかもそれをやった時にものすごく気持ちよさを感じることは多分できますよね、はい、へー、いやいいですね、それはすごい、あのやっぱり浮気をたくさんしてる人は靴も汚いってことですね。あれい
や、それはすごく面白いですね。